どうもはい、美濃宝と言います。お願いしますというわけでね、まあ本当にでも世の中もう地球温暖化がもう進んじゃってね、あの脱炭素社会目指すとかね言ってますけどもね、大体でもあんなもんもう無理な話でね、例えばあって二酸化炭素削減しますとかね宣言してる間にもそいつの口から二酸化炭素出てるわけですからね、バッパカバッパカなんか言ってるそばから本末転倒みたいな、なんか嘘ついたことありませんみたいなね、それが嘘だろう、ギャンブルしませんかけてもいいですみたいなね、言ってるそばからもう本末転倒 で前ね、あのサラリーマンの時に働いてた時にはね、あのコピー機の上にね紙の無駄遣い禁止っていう張り紙してあってね、この張り紙がね無駄遣いだとか思ったんですけどもね、まあでも本当にあの二酸化炭素をもうほぼ絶対出さないっていうのはもう無理だから、あの、ね、もう出した分は吸収していこうという動きでしょ、今カーボンニュートラルってで緑地化っていってね、あの緑とか植えてるんですけど、でも北海道なんか大変で、あの緑増やしたはいいけど今度はねそれはクマが寄りついちゃって、どうするかって言ったらね、あの拳銃でバンバン撃つんですよ、かわいそうにね、あの緑なのかな赤なのかね、どっちに染めたいんだみたいな街をね、怖いですけど、だって今ねあれですからね、クマの方がね人見つけたらあの死んだふりするらしいですからね、北海道で撃たれるとかってね怖いですけども、まあでもそういうカーボンニュートラルっていう動きがあってね、この前なんかもうネット見てたらねすごくて、コメントでね、あの何々わろた草とかね、何々面白い草生えたとか言って、ちゃんとあの自分が笑って出た二酸化炭素の分ね緑増やしてましたからね、あ感心したんですけども、まあでもそういうあの環境にねあの配慮していく、資源も大切にしていかなきゃいけなくて、やっぱペーパーレス社会とかに言われてますけど、でうちのあの友達の会社でもね、あのペーパーレスでやってるらしいんですけども、あのそれでもまだ紙使う派と使いたくない派、使わない派が2つあってね、でも意見真っ二つでどうするか、もう最終的にじゃんけんで決めたらね、あの紙使う派がやっぱまだ勝ったらしいんですけどもね、まあ、そりゃそうだろうとか思ってね、だって使わない派のグーとチョキしか出せないですからね、あのパー出せないですからね、あの紙使っちゃダメって言ってるのにねペーパーですからね、そりゃそう負けるだろうとかね思ったんですけども、まあでも日本だけじゃなくてもあの世界中でやっぱそういう動きありましてね、あのアメリカなんかでも前はトランプ大統領の時はあの人はね、あの太陽光発電とか風力発電とかやらずにね、もう二酸化炭素ガンガン出しますって、それで批判浴びた人ですからね、あの人こそでも風力発電とか、ね、あのホワイトハウスとかでやればよかったと思うんです、ね、一番あの風当たり強いですからね、あの人世間からのね発電できただろうとか思うんですけども、でもあのやっぱ立場的にね、トランプさんもなんかエコで行きますとか言えないでしょ、ね、それこそねペーパーレスでとか、自分だって名前トランプですからね、お前のもの紙じゃねえかみたいな、お前がいなくなるって話ですから批判がすごくて、あの人のまた趣味のゴルフもね、よくゴルフなんか一番二酸化炭素出ますから、ボールだって追っかけるのにね、車乗って二酸化炭素出て、でグリーン作るって言ってね、緑 切るんですよ、ね、よっぽどグリーンだったのにね、今までのわかんなくて、でそれでも今ねあのゴルフ場でもまた緑増やすって言って活動はねしてるらしいんですけど、でもそうしたらまたあの北海道みたいに動物が出てきたりして、だってこの前あのゴルフ場にあのイノシシが出たって言ってね、ニュースで見て大騒ぎしてましたからね、なんかゴルフ場に別にイノシシいたっていいだろうと思うんですけどね、だってタイガーなんかもいるぐらいですからね